はい、どうも、宮地くんです。はい、来ました、また見慣れない土地、はいはい、もういかにも格闘技ジムって感じなんですけど、はい、今日は、第何弾なのかな、4弾、ね、4弾、5弾ぐらいで、うん、今日もあの格闘家コラボになります、はい、試合前ですからね。はい、試合前なんで、またいろいろトップファイターの人とコラボして教え、はい、なんか技術を教えてもらえたらなと思って、はい、今日はこの地に来てます。ここは、駒沢だよね。ここ駒沢にあるイグルージム、うん、でいいのかな、正式名称。あの柔術とか、寝技とかやってるジムで、駒沢にあるんで、まあ、そこを概要欄にホームページとか載せておくんで、ぜひチェック。お近くの方はね、ぜひ来ていただけたらと思います、はい、で毎週来てるんだよね。さあ、俺もほぼ毎週かな、うん、1回ぐらいだけど、ほぼ来てます、はい、そんなイグルージムで、今日はこの方とコラボします。よろしくお願いします。こんにちは。喋るの前だ。いやあ、さんの方が前だ。一人語りすごいびっくりした。やっぱね、あの格闘技の時よりも全然本業感ある。全然違う。あくまで副業ですよ。格闘家が YouTube やってる。いや、俺逆だ。いつも副業でお相手してもらってると思う。すげえ強いな。早速僕いじられてますけど。はい、ってことで、青木真也選手です、はい、よろしくお願いします。バカサバイバー、はい、今は何て呼ばれてるんですか。 MMA、日本 MMA 総大将みたいな。おいじり返してきたんで。はい、リスペクト込めて。ありがとうございます。もうだって、プライド時代からね、カンペさん多分すごい緊張してます。でも、プライドは、はい、あの半年ぐらいしかないからね。そうですよね、プライドの終盤で。そうか、終盤で。いや、もう僕はもう本当世代で、あの本当興奮して見てたんで、すごい緊張気味ですけど。僕はね、あの、ヤスさんが、はい、シュート時代に、あの、土井田勝也さんの顔を蹴り上げてから続けてますから。すいませんでした、本当に、はい、そんな青木選手にちょっと、はい、今日は次戦また近くなってきてるんで、はい、必殺技をちょっと教えていただこうかなと、はい、青木さんといったらもう寝技のスペシャリスト、寝技の達人なんで、ね、ぜひちょっと何か技を教えてもらえたらなと思ってます。一夜漬け一夜漬けもうすぐ使えるやつになります。あれ、普段からね、あの青木さんとやちは練習してるんだよね。はい、してます。そうですね。週、今多い時で 2,3 回、はい、合いますね。一番多いで4回ぐらい。4回、ひどい時で。ひどい時で。そう。今、みたいな。はぁ、まあ、練習中だから。やってるんですけど、はい、今回はね、またさらに、ね、技術を習えたらなと思ってます。よろしくお願いします。と、はい、いうことで、はい、次戦、次相手、レスラー上がりの武田浩二選手、多分、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、との対戦なんで、うん、まあ、なんかそれに有効な技だったり、まあ、それと全然関係なくても俺にぴったりだなみたいな技があったりすればなんか教えてもらいたいんですけど、はい、行こう。じゃあ今日は、はい、あの最初はベタにネッククランク、はい、首をちょっとベタに攻めて、で次にあのコブラツイスト。おお、だってあれだよ、レスリングだったらフォールだからね。そうですね、フォール勝ち、フォール勝ちして、でなおかつギブアップも取って完全勝利。なるほど、相手からしたらもうプライドも結構ずさずさになってたね。あの、だいたいこうさ、いつものヤチの味付けだとさ、ヤチ系風だと堂々と行ったるでと、俺たちここ行くでって言って思いっきり突っこける。系風ですから。誰だよ、マッチメイクしたの。そうならないよ、ね、はい、そうならないな。ちょっと今回よろしくお願いします、はい、じゃあ皆さん座ってください。はい、じゃあ今日超ベタで最初に、はい、ね、座って、で、あの大体みんな顎引いてるじゃないですか、はい、で顎引いてて、引いてるんで、はい、でこう顎引いてるんで、顎の上から取るじゃないですか、うん、で、この時に顔の線で、うん、この時大体こう、こうなってギューってこうしちゃうんで、うん、なんか顔の線、頬骨、はいはい、ここに引っ掛けて、引っ掛けたらこれでだいぶ痛いんですけど、これひねっちゃうと何もついてきちゃうんで、このまま下がるみたいですよね。はあはあはあ、これ入れて大事作業だな。これはあのチョークで入った時もそうなんですけど、こうやってここの時にこのままこう下がるくるしかない。なるほどなるほど。普通にギュッと入ったらこのまま引いちゃうんですよね。その頬骨に引っ掛けてるやつは首が痛い、はい、首が決まってる、こ
頸動脈じゃないもんね。特に MMA とかだと、MMA とか顎引いてるんで、大体殴られたから、それをここで蹴ってこう。うんうんうん、はい。なるほど。痛え、それは普通にバックポジションからでも全然使える、はい、でも僕、よくこう顔を固めつけてるじゃないですか。前回は、ここで必ず顔をどこでも、前回でした。まあ、こう、押さえる時でもやっぱ顔じゃないですか。顔をこう前腕で押さえるっていうのは大事ですからね。こういうこと、まあ、チョークが決まんないってなった時にもこれでそうですね。ここに近い、ラブ引く、そう、クラッチ組んで、なんで後ろに下がってくる、そうなのね。こう入っちゃった時は、入っちゃった時もそのまま下がれば、たまに俺これ青木さんにやられる。できたら今のたくさんこう取った時にここでこうやって持っちゃう、ここ動いちゃう、止まんないんで、これみんなここ持っちゃうんだね。ここ持つと切れちゃうんですよ。ここがいい、ここがいい、うん、ここ持つと、ああ、違うね。確かにコントロールが全然違う。結構この真似しやろうとするんですけど、うまくなんて、なんだろう、顎を持っていけないというか、顎を持っていけないのはとにかく一回ここで最初ここまで走らせると、まあ、やつさんたちは殴るっていう前提があるんで、殴って、ガッて見てますね、引き切って、カメラが、カメラが、こうやって、ここで押さえておいて、殴って、立とうとした時に、ここ入れて、顔入っただけで、こっちがやって、こっちがやって、じゃあ、顔入った場合は、顎、さっき持ってくって、こうだったら、こっから持っていく感じなんですね。ここです。ああ、なるほどね。こっから滑らして、こうなったら必ず、うん、ここで、こっから、そうっす、これも怖い。この時はなんかチョークってやっぱこうしっかり肘が相手まっすぐになるような言うじゃないですか、はい、この時はあんまりそこまで持っていくイメージ、こう首を入れるとか顔をひねるって考えるのも、首っていう関節だと思ってた。首をひねって飛んだも首が縛って飛ぶのと一緒だよ。相手が横向いてたら首決まるし、相手が前向いてたら上向入るし、はい、吉田の段階で早くギブアップ取っちゃう、引いて、はい、どうやって俺いつも座らせられてるんだ、青木さんに。普通にこの状態で亀からが立ちたくて、立ってすごい簡単で、前に行くと潰されるじゃん。潰される。で、チョークがあるじゃん。だから後ろに引くんですよ、この亀から。それを座らせられてる。あー、なるほどね。で、そのまま後ろに引かれて、なるほどね。そういうことか。いや、こう、今見てる人は、いやいや、こんな体勢ないでしょって思うじゃないですか、うん、試合とかでも。だけど、すごいなるのよ。なんでだろうなと思ったら、そういうことか。亀から亀の爪取られてしょ、嫌だからこっち行くと、いや、ね、首も怖いからこうなってて、それを引かれて、そうそう、感じです。で、この状態になるんだ。で、掴んで、だからもう下がるな、このまま。このまま下がってもいいし、首でこのまま行ってもいいし。なるほどね。いや、ちょっとよくやられるの、青木さん。やられる。でも今、普通にやられてて、あれ、俺いつもどうやってこの体勢になってたかなと思ったんだけど、そういうことっすね、亀の状態だから、四つとかで崩されて、亀取られて、腸が怖いから怖くて後ろに下がった時にだ。なるほどね。そういうこと。いいじゃん、ですよ、早いじゃん。撮影なくしてるね。いや、いいですよ、その YouTuber いじるやめてください。青木さん、YouTube とか出たりしてます？初だよ。嬉しい。いや、僕もだから、最後、あ、嬉しい。なおさら嬉しい。一期一会。嬉しいな。じゃあ、今のは、ネッククランクっていうのは、ね、じゃあ次は、コブラツイストいこうか。出た。これがもう、ね、は、カメからいこう。はい、カメから。カメからいくとこうなるじゃない。片足でんの。はい。で、これを回すよ。カメからいくんだ。回したときに相手を見れるようにして、まずケツしか足を組む、で、ここでこうじゃん、で、大体こうやって引っ張って、このこっち側のところに片手入れます、なると相手もアホじゃないから、こうやって引っ張っちゃいます、そこで肘を上げて、で、こっちを使っちゃう、
分かりました、うんうん、ここをね、グッてやられて、あ、ごめん、そこ分かってなかった今これがこっちグッて、そうあそうするとこっちが開いちゃって取られちゃうって、こっちが開います、うんうんうん、それ今度これを抜きます、はい、で、ここに抱きつく、はあ、はあ、あ、そうやって持ってくるんですか、で、そのまんま、はいはい、こっち側行ったら普通だね、やめた、これで、ズレが、ズレが広いじゃないですか、ホールだ、うん、あーなるほど、レスリング的にはい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 、で、こっちが出ます、はいはいはい、あー見たことあるやつだぐっねじられてるんですよね、ストレッチですね、あだプロレスでもありますもんね、コブラツイスト、コブラツイスト、グランドコブラ、うん、それをグランドでコブラツイスト、うん、いわゆるツイスターって言われるツイスター、ツイスターですよね、はい、もう一回なんかね、見てるとめちゃくちゃ難しそうに、カメから、ゴロって返して、はい、ゴタイスゴって、はい、三角地、しっかり、うん、はい、足で、ガチガチで、はい、で、ぐわーって、うん、あー、これもう一回押さえて、うんうんうん、いやこっちで持っていく人もいる？こっちの場合は最初にここの時点で一回掴んじゃって、うん、で、ああ、こっちの方がいわゆるポピュラーですよね、多分。で、このままこっちの場合は一回こっちで開くと、うん、こっちが持ってくるし、うん、これがいわゆるもうオーソドックスなコブラツイストですよね、こっちに入れるんですね、こっちの方が簡単ってこと？簡単、入れやすい、あえ、タスキが先？タスキが先、これが見せてこれ、3この時に一回離してみる、うん、さあこうなってから、うんうん、大体勝手に来るから、うん、勝手に勝手に来るじゃん、そしたらギャッて出て一回起きて、一回起きて起きる？こっちこっちこっちさあさあさあで、一回入った、そしたらこれで決めたらもう、そうね、でも多分全然この点変わりますもんね、このカメこんな超ポピュラーなあれじゃないですか、うん、シチュエーションで、タスキ、タスキでここのこうしてこっからするだから大体ここで逃げてくるから、うんうん、そして勝手にこうやって逃げてきて、そこでここで、あ、入ってえ、これどうやって、あ、相手がそれ引っ張ってきて勝手に逃げてくるから、あ、そうそう、複雑だなぁ、なんかこうなっちゃう、へぇ、リストリッチ、亀からのパターンですね、はい、さっきのも、ね、さっきのも亀からいけるし、そうね、さっきのも、うん、だから亀からのバリッジ2つですね、今のやったの、よかったじゃん、あなるほど、ちょっとこれコブラツイスト相当かっこいいな、決まったら、それ取ったらさ、ちゃんとこうフォールしたぞっていう、俺が取ったぞって、フォールフォールってレスリングで勝ってるぞと、お前さんが言うから大丈夫フォールって言いそうじゃん、確かにそうフォールやフォールフォールって言いそうだな、ああいうシチュエーション多そう、いや多い多い、やっぱりカメ、あの、うん、スタンドバックから手つくしてカメとかになって、うん、もうあのタスキ取って、ね、ハーフバックみたいな展開すごい多いですもんね、ちょっとコブラツイストで決めたら相当盛り上がると思うよ、相当ちょっといっぱいあるね俺ね、そうね、達人系のあれで決めたらみたいなのがいっぱいあるんですよ、他何よ、あのね、エビ蹴りだとか、あと何かありましたっけ、なんかさ、その武道の本格系とか武道の達人系行くんでしょ、あ、はい、なんか最後ちゃんと落としあるんでしょ、なんすか落とし、結果の達人に行くとかさ、腕をつけとか、じゃあ、最終的には達人の人たち集めてトーナメントやると思ってます、いいねバキの世界観じゃないですけど、ホコタテみたいな話してるまさにですね、ホコタテやろう、そういうのをやろうと思ってます今ね、だいぶ 7,8 人今コラボさせていただいて達人の方で、ラインナップがね、でも青木さんももちろんあれですから、脱力、うん、なるほど総合格闘技、八千祐介が
が認める達人だ。そうっすよ。家賃認定だよ。やめてください、本当に。終始いじられてるから。いや、もう終始いじられてる。明日の練習とかいつもにボコられそうだな。いやありがとうございます。2つ、ネッククランクですかね。はい、首系、まあ、胸部だったら、うん、あと顎、はい、青木さんも前回、そうでしたね。僕スタンドバックから、前々回から。スタンドバックから、グーッと首ごと決めちゃう。うん、それと、グランドコブラ、コブラツイスト。うん、憧れの。憧れの。憧れの。ということで、2つ、はい、そうっすね、実践的な技を習いました。はい、